緊急警告、村上、岡本のメジャー挑戦、メジャースカウトから使い物にならないと酷評、日本人野手の評価が再び急降下、MLB スカウトが暴露した恐るべき現実、ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平、30が絶好調の中、シカゴ・カブスの鈴木誠也、29と、ボストン・レッドソックスの吉田正尚、30は苦境に立たされています。 には異例の存在ですが日本人野手に対するメジャーリーグでの評価は再び大きく低下していますとメジャーリーグに精通するスポーツライター、友成那智氏は指摘します。前編に引き続きこの問題について掘り下げます。リーグにおける日本人選手の評価は投手と比べて野手の方が常に低く評価されてきました。例えばカブスの鈴木誠也選手が昨年2年目で138試合に出場し、 打率28520本塁打74打点の成績を残しましたがこれ以外に100試合以上出場し打率3割または20本塁打以上を達成した日本人野手は2010年の松井秀樹21本塁打一郎打率315に遡る必要がありますこれまでに松井和夫や井口忠人など12人の日本人野手がメジャー挑戦をしてきましたが 目立った成績を残すことはできず、米国では日本人なら投手を選べという評価が根付いていました。しかし、その評価を覆したのが大谷翔平であり、彼の成功によって鈴木と吉田が高額契約を結んだものの、その後の彼らのパフォーマンスによって大谷バブルが崩れ去ったといえます。巨人の岡本和馬、28とヤクルトの村上宗隆、24は、 今オフにもポスティングを通じてメジャーリーグに挑戦する意向があると報じられていますが、彼らを待ち受けるのは強い逆風でしょう。に村上は一昨年の3冠王獲得でメジャー球団の注目を集めましたが、現在ではメジャーのスカウトの間でも厳しい評価を受けています。今シーズン、本塁打はリーグトップの15本を記録していますが、打率は昨年も今年も256、237と低調であり、 得点圏での打率も3割を切っていま,すまた、一塁と三塁の守備しかできないことも課題視されており、昨季は22失策、リーグ最多、今季も8失策と守備力が大きな問題となっています。一方、岡本は村上に比べて守備面でまだ対応可能ですが、コーナーインフィールダー、一塁手と三塁手としては高い打撃力が要求され、 競争が激しい FA 市場での立ち位置も考慮しなければなりません。メジャーにおいて三塁手を固定できていないチームがいくつかありますが、日本人野手の評価が低下している中で、村上と岡本を獲得する球団は限られると予想されます。現在、d n a に所属する筒香義智選手が最初にタンパベイ・レイズと契約した際のような2年1200万ドル、約13億2000万円程度の契約が見込まれる可能性もあります。 もし村上宗隆と岡本和真が今シーズンオフにメジャーリーグに挑戦するなら、それには所属球団がポスティングについての了承を得る必要があります。もちろん、5年100億円を超えるような大型契約であれば話は別ですが、それほどの金額でヤクルトと巨人が主力選手の流出を許容するかどうかは疑問です。日本人野手がメジャーリーグを目指す道は再び厳しい時代に入ったといえます。ネット上の反応 水秀樹とイチローは日本プロ野球 NPB に在籍していた頃前年の好成績にもかかわらず相手チームによって研究されても毎年進化を遂げ投手たちはどうしたら打ち取れるのかという状態が3年以上続きましたそのような域には現在の村上宗隆や岡本和真はまだ到達していません彼らは相手に研究され尽くされさらなる進化の障害に直面している印象です 二人ともすでに優れたバッターですが、さらに2段階や3段階進化できると期待されています。一郎が日本からメジャーリーグに渡った際に最初に変えたことの一つが、打撃のタイミングを1、にの3から1、2、3に変えたことだと言われています。一郎の場合、そのような調整にはあまり時間がかからなかったとされていますが、現在の村上宗隆が同様の調整を行うことは難しいと感じられます。 彼がメジャーリーグに渡っても、その結果は予測できると考えます。d n a に復帰した筒香義朝の場合、日本に戻ってきた第一印象はこんなに小さかったっけというものでした。彼が海外で苦労した生活を経験しており、今回の疲労骨折にも関連がある可能性があります。チャレンジ精神は海外に渡ることだけが成功の唯一の道ではないと思います。村上や岡本にには慎重に考えて、 自分たちにとって最良の答えを見つけてほしいと思います。個人的には、秋山翔吾と筒香義友があそこまで活躍できなかったのはかなりショックでした。特に、彼らが2年目以降に適応し、さらに成績を伸ばしてくれると期待していた中で、数字がどんどん落ち込んでいくのを見るのは辛かったです。大谷翔平のような別格の存在は参考になりにくいとしても。 松井秀喜のような活躍を見せてくれる選手がもう少し出てきてほしいと思っています村上宗隆が3三振を期したことに対し解説陣からも心配の声が上がっています谷重元信氏は三振数が増えているのが気になるんですよねと述べていますフルトは5日巨人との試合神宮で1-0-3と大敗しましたこの試合で 村上宗隆は4打数無安打で3三振という打撃成績に終わりました村上は4番三塁手としてスタメン出場し初回の第1打席で西2塁の後期に立ちましたが空振り三振で打席を終えチャンスを生かすことができませんでしたその後も夕ごろそしてまた空振り三振とこの試合で計3つの三振を記録しましたチームも大敗を喫しセリーグで最速で40敗目を喫したことになります 村上の調子が上がらない中、5日の CS フジテレビ1のプロ野球ニュースで MC を務めた谷繁元信氏は、状態がよくないとは思うんですけど、三振数が多くなってるのが気になるんですよね、とコメントしました。同番組に出演した野本宏樹氏は、村上宗隆の現状のバッティングについて次のように解説しました。追いいい込まれれれててかからら良いところに投げられてるのもも事実かもしれないですけど、 村上が状態良い時はそれを我慢できてたと思うんですよね。それを全部振りに言ってるというのは状態の悪さというか結局追い込まれているということなので追い込まれる前に仕留められてないとも言えますよね。今が一番苦しんでいるなという印象ですねと述べました。その後谷繁元信氏はそのうち調整して合わせるようにはしてくると思うんですけどちょっと気になるんですよね。 若き手法である村上の状態に対して心配を表明しました解説者の大谷昭彦氏も早くしないと間に合わないですよとコメントし村上の調整が急務であることを強調しましたネット上の反応の村上選手のプレーを見ていると2019年頃の多くの三振を記録していた頃と似たデジャブの感覚を覚えますいつも思うのですが コーチ陣は村上選手に対して適切なアドバイスを提供しているのでしょうか彼は三冠王を獲得した選手として周囲が過度に干渉することなく彼自身に任せられているような印象を受けますそのうち調子を上げてくるだろうと期待している間にペナントレースも半分が経過してしまいました大家さんが述べた通りこのままでは時間が足りなくなると考えます ヤクルトは確かに村上選手の打撃が勝敗を大きく左右するチームだと思いますが彼の復活を待ち続けるだけでは借金が増えるばかりです前半戦と同じことを続けても問題解決にはつながりません村上選手が調子を落としている中でどのようにして勝利をつかんでいくか監督やコーチ陣は真剣に考える必要があります村上選手の課題はまずしとめるべきボールをしっかり打ちに行く技術的な問題です この問題が解決しない限り、彼は消極的になったり、迷いや不安で速球や変化球のどちらも打てない悪循環に陥ってしまいます。特に空振りの多さは記録的であり、相当深刻です。